フランセス・マグネスはアメリカ出身のバイオリン奏者。クリーブランドにフランセス・シャピロとして生まれる。6歳より祖父のヘルマン・ローゼンにバイオリンを学ぶ。14歳でアルトゥール・ロジンスキの指揮するクリーブランド還元楽団と共演してデビューを飾った。1945年からアドルフ・ブッシュの率いる彼の名前を冠した室内還元楽団に入り、 同室内管弦楽団のアメリカツアーではソリストを務めた。1946年にカーネギーホールでリサイタルを開いてからアメリカ、カナダ、南アメリカ、イスラエル等に演奏旅行に出かけバイオリン奏者としての地方を固めた。1949年にはシュテファン・ボルペのバイオリン・ソナタ、1950年にはディボール・シェルイのバイオリン・ソナタをそれぞれ所演している。 また、エルンストフォンド・ホナーニから、バイオリン競争曲、第2番を検定されている。1960年代は、ウェストチェスター公共楽団のコンサートマスターを務め、その後ニューヨーク州スカースデールの、ホフベテルソン音楽学校で長く、教弁を取った、ニュージャージー州マディソンにて没。アーティストアーティスツ。2016年4月3日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2016年4月3日閲覧後にビオラ奏者のベン・マグネスと結婚したナクソス。ありがとうございます。